地球へ2000万マイルは1957年に制作されたアメリカ映画、金星怪獣今の襲撃というテレビ放映時の題名でも知られるイタリアシシリー島沖に突如飛行物体が落下した。それは13ヶ月前にアメリカが打ち上げた金星探査ロケットだった。居合わせた漁師により乗員のうち二人が救助されるが一人はすでに 金星のフード病に罹患していたためにほどなく死に生存者は体調のカルダー大佐のみとなってしまう。カルダーが意識を回復するのと前後し、島に滞在していたレオナルド博士のもとに少年ペーペがロケット騒ぎのどさくさに紛れて拾った物体を持ち込み、博士はそれが地球のものでないことに気づく。それは劣悪な環境下で生きる方法を探るために、 カルダーたちが持ち帰っていた金星生物の卵だった。やがて孵化した金星の生命体、イーマは金星と地球との環境の違いにより急速に人間内までに成長する。レオナルドはイーマを動物園に売り渡そうとするが、途中でイーマは逃げ出し、付近の住民を襲い重傷を負わせてしまう。殺処分を主張する。 現地警察に対してヘリボーン作戦でイーマの捕獲に成功したカルダーたち米軍はローマの動物園に収容して記者団に公開する。しかしその最中に事故で電気系統がショートし眠っていたイーマは暴れ狂って動物園の巨像との戦いの末ローマ市街地へ逃走してしまう。ここに至って機構部隊が出動しコロセウムに逃げ込んだイーマと対峙する。 今は、コロセウムの岩を投げつけ気候部隊を圧倒するが、迫撃砲の攻撃を受け追い詰められ、コロセウムの頂上から転落し生き耐える。本作の撮影は1956年9月に、イタリア・ローマで行われ、その後10月30日から11月9日にかけて、アメリカでも撮影された。ただし、メインキャストの中で、ローマの撮影に参加したのは主演のウィリアム・ホッパーのみだった。 例、ハリーハウゼンは、ヨーロッパへの旅行を熱望していたため、ヨーロッパを舞台とする映画を企画し、結果的に本作のローマシナイロケで念願を叶えたというエピソードがある。動物園絡みのシーンでは、ゾウに餌をやる、客役の俳優が来なかったため、ハリーハウゼンがゾウにピーナッツをやる客と逃げる、群衆の一人を演じている。ハリーハウゼンはカラー撮影を希望していたが、予算の関係で、 カラー撮影を断念せざるを得なかった。監督のジュランの死後5年が過ぎた2007年に、ハリー・ハウゼンはレジェンドフィルムに依頼してコンピュータ着色処理を行い、公開50周年記念として同年7月31日にカラー版が発売された。日本では劇場未公開に終わったが、大友商事によるビジュアル紹介の功績で多くの SF 映画ファンに知られている。 本作の怪物、イーマの名は、イマーと表記し、北欧神話のユミルに由来する。日本では、イーミア、イミア、イーミルなど、様々に表記されるほか、イーマ流、金星流など独特な呼称も存在するが、アラビアのアミールと混同されることを懸念したため、劇中では、名前は呼ばれていない。生きる場所を間違った生命の悲劇という劇中での役割においては、 キングコングのオマージュとなっている。今はゴリラとワニを掛け合わせたような二足歩行生物で全身に鱗が生えており、手足にそれぞれ三本の指を備え、長いを持つ。卵から帰った当初は猫ほどの大きさだったが、目に見えるほどの急成長を遂げ、映画の終盤では身長4メートルほどに達する。今のデザインは全体的な体型と姿勢、ブルドッグのような方。 死行性の脚部など、翌年公開のシンバット7回目の公開に登場するサイクロプスと通ずる特徴を持っている体型と姿勢については、ハリー・ハウゼンの師匠ともいえるウィリス・オブライエンの代表作であるキング・コングのそれを強く意識したものである。また、脚部の形状については、着ぐるみのように人間が演じているものではないことを視覚的にアピールするためのものである。 今と戦う像は実際のものより大きく見せるため、本物の像と絡む役者は身長1 3 8トルの小柄な役者を起用している。ありがとうございます。